イス。どうも、朝食はパン派のタクト。朝食はご飯派ハライスと、動物園ではホワイトタイガー派のエビハロです。今回の動画は、はい、しょちゃんにバズゲームで1万キロカロリー24時間チャレンジ、ということで、しょうちゃんがね、昔あのカロリードボン、昔ではない2週間前ぐらいの企画であの罰ゲームを、はい、食らったんですよね。そうやね、はい、まあ、それを今日あの決行しようかなということで、まあ、24時間なんでね、暴れるかもしれないんでしっかり押さえつけなさい。そうだ、そして暴れ馬になってしまう。で、たつってこれを報告していきたいと思います。はい、しょうちゃん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 、カロリードボンか。あ、カロリードボンの曲の罰ゲームですね。今日、今日、今日のまあ12時からですかね。明日の12時まで、まあ、24時間で1万キロカロリー、まあ、チャレンジなので、まあ、成功するよね。いや、だってショちゃん24時間あるから。24時間もあるんだから。するよ。王者の力を見せてほしい。まあ、その食べ物とかはもう何もしてないので、ショちゃんが取れるもので1万キロカロリー摂取してる。まあ、一応考えてあるのはあったんですよ。やるときはこれやろうかなって。おぉ、下準備ちゃんとして。プロだね。目標とかあります？どれぐらいで食べれるとか、その何時間で終わるとか。でも、チャレンジとはいつ、タイムアタックってわけではないだろう。あ、ない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 、そういうの摂取しようね。ちょっと時間目いっぱい使っていこうかなと思う。なるほどね、明日の12時まで美味しく食べるみたいな。そうそうそう。なので、じゃあ腹減ったからすき焼き行こうか。この前さ、TikTok 見てたの。あ、その前に行きましたな。じゃあ本日僕は1万キロカロリーを食べさせられるんでね、かわいそうだなと思ったからチャンネル登録お願いします。しょちゃん、あの罰ゲームなんよ。しょちゃん、俺はもう存分に使っていくぜ。俺カゴの時、お前箱の中の時存分に言ってくれ。これは罰ゲームだからな。これ罰ゲームなんで。罰ゲーム真面目にやるんで、よかったらチャンネル登録してください。お願いします。それと拡散の方もたくさんお願いします。お願いします。それではこれから1万キロカロリー摂取やっていきたいと思います。それではいきます。で、なんでなんで好きやなのって話なんですけど、普段別に食ってっからさ、あれっていうのはないんだけど、この前 TikTok 見てたら、なんか相撲部の朝食みたいな、相撲部がいるんだけど、朝食で一人メガを2個食ったり、それがもういっぱいいるんだけど、計1日130キロ食うんです。すごっ。朝の6時から夜にかけて、最初のスキヤだけで10何キロ16キロぐらい。じゃあ正気は相撲と似てたんというと。ああ、違う、そういうことじゃない。それを、それにサンクチュアルでも見てきた。それを見てちょっとスキヤ食べたくなって、メガ盛りを食べたくて。まあ、なるほど。何味とかじゃなくて、そのメガ盛りを食べたいと。メガ盛りを食べたい。まあ、あれだけどんな感じだったかな。まあ、あんま食べないよ。あ、1個ね。で、帰ってきて、帰りにちょっとベルクかなんかで、帰ってきたいと思います。じゃあ、スキヤ行きましょうか。はい、ということで来ました。もうね、カロリーまで調べてね。そんな、何、緻密に調べてるの？そう、いつやってもいいようにはしといたから。はい、僕は今回、3種チーズ牛丼のメガ、メガです。やば。ちなみになんですけど、先に言っとくと、1636キロカロリーメガで。うん、たっか、でかね、届いた。いただきます。毎度のごとく、23時間59分59秒ですね。スタート。頑張ってください。めっちゃつゆだくだ。君は今日企画控えてんの？そうなんですよ。いや、なんなの、俺はそれ一本だと思ってたから。ゲームマスターでね、翔ちゃんにやってもらった。自分が食わない日とか、撮影日でもさ、朝ごはんちゃんと食っちゃう時とか、今日は何も食わない日だったからよかった。メガって量あるね。なんかメガで俺一番量悪く感じる。うん、特盛り食うよりきついんだよ。特盛り食うよりきつい。そりゃそうだ、量多いんだ。そりゃそうだ、そりゃそうだよ。そりゃそうなんだけど、気持ちがなんかね、特…いや、そりゃそうだよ、特盛りがすごい。天狗よりきついっていうのはわかるけど。そりゃそうだ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。買い物して家帰りたいと思います。おい、ということで、帰ってきました。次は、ドーナツ。ミスタードーナツ。デザート感覚な、一応。一応ね。本当ごめんだけど、ミスドデザートとして食べるやつはデブだと思う。デブですよ。こんだけたくさん食べた中でミスタードーナツっていうのはデザートじゃない。デザートですよ。デザートじゃない。
デザートですよ。違う違う違う、甘い食べ物。デザート重すぎる。デザートにしたチョコファッションが330キロカロリー、エンゼルクリームが201キロカロリー、エンゼルフレンチが192キロカロリーで、フォンデストロベリーが246キロカロリー、こちら4つで969キロカロリー。はいはいはい、これ食べると僕の1万キロカロリーの4分の1がおしまいになります。じゃあ、失礼します。まあ、俺はあくまで監修人なんで、今日この後企画控えてるんで、いただきます。じゃあ、チョコファッションから。うん、うまいね。なんエンゼルクリームいただきます。ん、え、なんかクリーム入ってないことある。手売りすぎだね。入れます。おー、こんなに少ない時ある。半分入ってないっす。たまたまこうなっちゃった系だよね。びっくりやん。あ、うまっ。次、ポンデストロベリー。あ、そう、お好み焼き牛丼って食べる人いるんですか。あ、お好み焼き牛丼でも復活メニューなんで人気っすよ。人気なんですね。基本的に人気メニューは復活するんで。バカ売れすんのは焼きそば牛丼めっちゃ売れる。なんかみんな炭水化物、オン炭水化物。焼きそば牛丼に関しては好奇心で、牛丼と焼きそば面白そうって言って食べてみたらうまいから、いいやり方だよ。じゃあ焼きそば出た方が絶対次こう、ここまで覚えて、エンディング覚えてんじゃん。うまいよ。ラスト、ディスコ。エンゼルフレンチ、この前食べれなかったんで買ってきました。食べれなかったの？売り切れてたの？この前一致させちゃいけない企画でさ、いつ誰が持ってくるか分かんないから買えなかったんですよ。うん、これですよね。そこでなんですよね。ラスト。それでラストなんだ。横浜、キャパ的には、うん、そこそこ、うん、一旦まあ君らの企画頼もうかな。はいはい、それでちょっと肌休めるんで、じゃあ休憩がてら次の仕事行ってきます。はい。まずは企画お疲れ様でした。お疲れ様さ。開始してもう7時間ぐらいか。じゃあ、うん、結構経ってる。続いてこちら夜ご飯、じゃーん。フライドチキンフィレ10枚入ってます。全部いくっすか、まあ、とりあえず揚げるだけ揚げて食べていこうかなって。これ食べたらもう僕は今日は帰るんで揚げます。うわ、うまそう。まあこれのポテンシャルにかかってますよね。まあでも揚げたてのチキンは絶対うまいからな。 100g あたり154なんで、これでじゃあ1200〜1300いくってこと。そうですね。やば、これ編集なの。ちょちょちょ、これカメラを止めるまでは24時間このまま回し続けない。あ、じゃあ編集何もしなくていいんだ。そう、いいんだよ。あれってノーカットがいいだろ。そうそう、テロップとかないから、エフェクトとかもないから。まあ YouTube をご覧の皆様、 D ボタンでぜひ参加してください。ああ、生放送ちゃうね。テレビじゃないよ。いっぱいあるチキンがいっぱい食べたいな。電車シャ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 。7時半になりました。今回はチキンを10枚用意して、そちらに牛乳と一緒にね、飲んでいけたらなと。え、待って、牛乳を飲むの？これもカロリー入れちゃってるんで、これ1本飲んだら685。いただきます。いただきます。めっちゃうまそうでしょ。おお、うまっ。エビチキかな。おお、近いのはすごく余裕かも。うまっ。これで何ぐらいだったの？これ全部食うと4000か。おー、4000。まだ半分いってないだろ、うん、無人島でさ、自給自足ガチ1回って言ったら3日間ぐらい。100% 入ったから腹壊すだろうね。先に体調不良は誰だろう。でも分かんないから、今悪伝全員寿命がね、寿命っていうか体の免疫が下がってるから。今は、うん、そう、絶対もっとある。あー、撃沈したー。ラスト、ごちそうさまでした。ということで、深夜っていう時間でもないんですけども、日高屋に来ました。まずね、こちらコーラ飲んでいきたいと思います。ということで、届きました。野菜たっぷりタンメンと餃子6個。まあ、コーラのカロリーも含めて今回は1295キロカロリーです。いただきます。うわ、優しい。うまっ。いい塩っ気です。
深夜の0時を回りました。カロリーを取るっつったらやっぱり深夜かなということで、夜食をかましていきたいと思います。今回夜食に選んだのはこちら、ごつ盛りソース焼きそば、一平ちゃんやみつき塩だれ味、この2つを選びました。やっぱ深夜と言ったらカップ麺かなと思ったんですけど、スープあるラーメンだとちょっと大変なんで、スープが必要なくてかつカロリーの高い、この2つにしました。ごつ盛りのカロリーが784キロカロリー、塩焼きそばが609キロカロリー、合わせると約1400キロカロリーぐらいあります。ということで完成しました。とても美味しそうです。まずはごつ盛りから、それではいただきます。やっぱごつ盛りってうまいよね。昔から好き。付属のマヨもかけます。混ぜきらないぐらいがいいんだよね。うまっ。やっぱごつ盛りですわ。一旦交換してこれ塩焼きそばも食べていきましょう。塩もうまいからね。ニンニク効いててうまっ。これにもマヨビームついてます。めちゃくちゃパンチが出るね。はい、はい、ごちそうさまです。めちゃくちゃうまかったけど超お腹いっぱいになりました。今日の分はおしまいにして、明日朝起きて他の食べていきたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。ただいま5時9分です。朝ごはんを食べていきたいと思います。今回朝ごはんで用意したのはこちら、嬉しい大容量ごちそうフランク 500g。 あいにく僕のお家にケチャップとマヨネーズどちらもないということで、塩コショウと醤油で炒めてあります。いただきます。めちゃくちゃうまそう。うん、めっちゃうまいタイプのフランク。これならパクパクいけちゃうね。うん、俺はねソーセージ皮割れちゃうぐらいまで炒めるのが好きで、油で一発で炒める感じのソーセージが好きです。実際お米とかパンとか何でもいいから欲しくなるね。そうだ、カロリーを言うの忘れてましたね。 100g あたり 281kcal あって、それが 500g ということで、1袋で 1405kcal あります。恐ろしい。これで1400っていうのは信じられないね。正直今までの工藤が何だったんだろうっていうぐらい。ラスト1個です。余裕だったね。ごちそうさまでした。ということで、ウインナー食べてから2時間経ちました。今から食べていくのは、生パンケーキ、生スナックパン。開いてるね。ごめんなさい、10日も割ってなかった。3本食べちゃった。これがすごいんですよ。どっちも6個ずつ入ってて、合計すると1170kcal あります。パンでもここまで高いのすげえ。いただきます。うん、甘みがあって美味しいです。もっと過酷な感じがすると思ってたけど、レパートリーの豊富さと自分の好きなタイミングで食べれるっていうところで、そこまで今お腹空いてないけどいけますね。1万キロカロリーって、ここまでで一番きつかったのはチキンを食べてた時、あそこが一番しんどかったね。これ食べてこのカロリーみたいな。この生スナックパンめちゃくちゃうまい。すごくミルキーな感じで、洋菓子とパンの間みたいなパンです。じゃーん、綺麗。いただきます。めっちゃしっとり。これも生地に甘みが練られていてすごくうまいっす。マーガリンとメープルの入ったハサミであるセブンだったかなに売ってるパンケーキも僕大好きなんですけど、それと春ぐらい押せる。こうなってくると最後何食べようか迷うね。この後タクのところ行って、タクの横でこの1万キロカロリーを終えるんですけど、何食べよう、だいぶ迷うね。ごちそうさまでした。最後の食べ物を買ってタクの家に向かいたいと思います。タクのお家に来ました。おはようございます。おはようございます。すいません、休日に。これで終わりなんですか？これで終わりなんです。おー、ラーメンだけ。
3種の醤油と鶏ガラスープ醤油ラーメンというセブンプレミアムのラーメン、7分レンチンする冷凍のやつ。なんかこれ初めて見た、初めて見て。そして残り時間が、55分28秒ということで、余裕のやっちゃんじゃん。余裕でございます。今9707キロカロリー入ってます。ああ、だから残り293でいいと思います。そうで、こちらがなんと313キロカロリー余裕のオーバー。なんで裏目にしたんだろう。汁まで飲まなあかんやん。そうだよね。あ、いい匂い。そんな量ないね、量少ない。じゃあ、いただきます。はい、ラストで。ラストですよ。うまそう。女の子みたいな食べ物するでしょ。カムクールの感じ、麺にコシがあってうまっ。レンチンとは思えない。思えないね。何も言わずにお皿に持って出したら、うまいラーメン出してくれるな。店みてえな味するから、ね、そう。昨日の後のことは俺らも一切分かってないんですけど。そうだよね。チキン食って帰ったんだけど、まあそんな時間は別に日高へ行って、おお、中華、うん、食べて、で深夜に焼きそば食べて、結構今回麺頼ったね。ああ、カロリー高いわ。カロリー高いわ、ね、うん。で今朝フランクフルト、あの持ってきてたやつ、ああ、冷蔵庫に入ってたやつか。そう、一応持ってきてたやつで、うん、あれやっぱ1400あるから。1400、やばくない？超楽だったもん今朝、余裕すぎて。あれで1400なの？うん、普通の加工肉。カロリー客でまた使いたいなと思ううまいのにカロリーも高い、ね、うまいのに、うまくて食べやすいのよ。へえ。さっき言ってたの3時間ぐらい前だけど、パン食べて、まあチキンぐらいかな、きつかったの。なんかチキン特別きつそう、特別きつそうだった言うて、カロリー高くないし。カロリー高くないっていうのがきつかったね。現役とかそういうのはやらずに、ちゃんとした食べ物で。カロリーできないんだよ、それ。ああ、そういうことでね。ピーナッツとかできないもんね。あ、本当に時間満帆に使って、お腹が空いた状態で美味しく食べてみたいな感じだったね。まあそれがベストな企画ですか。タイムアタックとか言われなくてよかったなって思った。ああ、タイムアタックって言われたら大変だったから。きついよね。釣り考えて24時間で1万キロカロリー取るの、えぐいか。普通の人できない。ありがたいことです。早いな。お腹が減ってんの。まあ3時間ぐらいのことで食ってるから。だってアクレンハウスにいる時がすごいスパン早かった。今思うと。はい、もう早っ。完食です。ごちそうさまでした。1万キロカロリー罰ゲーム終了です。お疲れ様でした。いやー、罰ゲーム消化しましたね。いいですね。まあ今残ってる罰ゲームこうなったら今のところないですからね。罰ゲームはないんだけど、まあ一応来週予定している企画で会うじゃないですか。おそらくこの規模か、これ以上にきついんじゃないかなって思ってる企画があるんですよ。あー、はい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 。まあどっちが先上がっていくかわかんないんですけど、うん、そこで僕はどう気合を入れるかっていう。いや、もう日になるんでしょ。カロリーで言っても割と超えるんじゃない？全然超える。超えるかな？やつってこれ同等のカロリーって言ったらめちゃめちゃきつい。めっちゃきついね。めちゃめちゃきつい。まあ今月僕が個人的にめちゃくちゃ体を張ってやるような企画が多分これとそれになると思うんで、うん、あともう一個とりあえず頑張って、うん、終わったら寝ます。寝ます。ダイエットじゃなくて、そこまで寝ずに頑張って。ああ、そういうことで。その後に寝ます。めちゃめちゃ限界やん。はい、ということで今回見応えあるなって思ってくれた方、ぜひ改めてチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして SNS おのおのやっておりますので、よかったら、フォロー、そして拡散の方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。お疲れ様でした。風を切って走る